山田ニュータッチ八王子ラーメン揚げ麺に液体スープと火薬後入れの玉ねぎがついています。麺は 2.5 ミリの扁平で少し気泡感がありますがしっかりした存在感があります。揚げ油の質が良さそうで爽やかな食感です。スープは透明感がある濃い茶色で、液体スープらしく滑らかで尖った部分がありません。甘めで古風な醤油味です。鶏ガラとポークの旨味は潤沢で、そこでうまく玉ねぎの香りが合わさっています。辛い刺激はありません。肉は直径45ミリで厚みもあり、濃い味がついています。メンマは痩せています。後入れの玉ねぎはシャリシャリした食感があります。ニュータッチでは少し前にご当地満腹食堂シリーズで大盛りの八王子ラーメンを出していました。今回の品は普通盛りでネギが消えたりメンマが入ったりの変化がありより一般的になっています。みんな大好きトントン